のり付けノートで楽々作業。端まできちんとのりをつけるためにはのり付け紙が必要です。でものり付け紙が1枚だとのりがついたところはもう使えませんから、半分に折っていくとどんどん小さくなってしまいます。そこで便利なのは、新聞や広告ではなくて、パンフレットのなどの中閉じして冊子状になっているものです。これをめくるようにしてのり付け紙に使います。これがない場合は、広告や新聞をホッチキスで留めてノートのようにします。これを開いて、その上でのり付けの作業をしていきます。もうのりだらけになって使えるところがなくなったら、次のページを開きます。すると、大きなものもこんな風にのり付けすることができます。ページを開くたびに、のりがついていない新しい面が出てくるので、作業がはかどります。最後まで行くと、どこも開かなくなります。ここまで使い切ればおしまいです。また新しいノートに変えましょう。